はい、皆さんこんにちは、こんばんは。本日もですね、23AW の新作が入荷してまいりましたので、商品紹介をしていきたいと思います。本日は、インライン二方ご紹介させていただきます。まずはじめ、ブラームスですね。ブラームスのインラインが一方入荷してまいりました。これ、ね、YouTube、 ああ、わかるね。ベルベット、ベルベットパンツが入ってきました。まずはじめに、ブラームスのインラインですね、ベルベットコンバートトラウザーズ、合ってるよね、合ってますね、です、簡単に商品紹介させて、ブラームスさんからいただいている情報、生地の情報ですね、お話しさせていただくと、オーガニックコットンを使用した、柔らかな表面感と、軽くドレープ感のある、生地で作ったこちらのコンバットトラウザーズとなっております。で、去年ぐらいかな、去年ぐらいから僕の中でね、ふつふつと、まあ、ベロアだったり、ベッチンだったり、ベルベットなどなど、そういうこういう系の素材ですね、じわじわいいなと思っておりましたところ、展示会を見ていたらブラムスがですね、いいパンツを作ってました。一般的にこうベルベットとかベロアベッチンって、まあ、少しこうフォーマルというか、そういう雰囲気の、アイテムに使われることが多いと僕は勝手に思っているんですけれども、それをですね、こういうこちらこちらの、コンバットトラザー、まあ、いわゆるミリタリー系のアイテムに落とし込むっていうのはすごくいいなと。だからまあ、ミリタリーパンツね、僕たくさん持ってますし、皆さんもね、ミリタリー系のパンツ持ってる方多いと思うんですけれども、こんなにも、素材の雰囲気が変わると違って見えるのかっていうのがすごくこうグッときた、理由の一つでもあります。生地感がいいですね。そのさっき説明したようにドレープ感があって、だからね、ミリタリーっぽくないけどミリタリーっていういいパンツですね。これ履いた方が多分分かりやすいと思うのですぐ履きます。で、お値段が税込み51,700円ですね。で、サイズ展開が、うちの店は3サイズ、ご用意しておりまして、サイズ1,2,3の、3サイズ、仕入れております。で、僕が今から、履くサイズはサイズ1番となっております。で、こちらお手入れですね。手洗い可能となっておりますね。ご自宅で、ケアすることもできます。はい。というわけで早速、サイズ1入っていきます。ベルベット、ベロア系のアイテム、たくさん持ってるよって人は、そんなにはいないんじゃないかなと僕は勝手に。ああ。着替える前に。最近ディティールを伝え忘れる。ウエスト、ベルトループついておりまして、ドローコードで調整可能となっております。ウエストが、ベルトループですね、ついていて、ドローコードついてます。で、サイドの、ポケットがついております。箱ポケですね。最近でも、はよ試着したいという気持ちになってしまうので、ディティールを伝え忘れがちなんです。忘れずに。そうそう。で、話戻すと、ベルベット系のね、ベロアとかアイテムたくさん持ってるってそんなにないと思うので、まあ、特に、まあ、シャツとかはねあったりするかもしれない。パンツは、まあ、パンツが全くないかと言われるとそういうわけでもないんですけど、このテンション感で形ね見ることはあんまりないんじゃないかな。すごい、だからミリタリーパンツ、いやーいいね。ちゃんと絞ってから、で、センタークリースも入ってるので、ごめんなさいね、順番が前後してしまってるんですけど、センタークリースも入っております。センタークリースも入ってる。だからこうコテコテの、ミリタリーというよりはちょっとドレスっぽい雰囲気もあるけれども、まあ、決して、
すごい細身ではない、まあ見ての通りある程度の太さはあるんで、ちゃんと、ミリタリーパンツのらしさも残しつつの、ベルベットの品のある感じを両立させると。いやーいいね、この感じだから多分こういう感じの、リップストップの生地とか、まあ普通の一般的なコットンとかは結構皆さんあると思うんですけど、この光沢があってドレープ感がある品のある生地になると、こんなにも見慣れているような雰囲気のパンツが全然違った形に見えるっていう良さですね。で、僕今履いてるサイズが1番のサイズを履いております。これいいね、洗えるのもいいですよね、自宅で簡単にケアできる。はい、というわけで一つ目ですね、ブラームスのインラインです、ベルベットコンバットトラウザーの紹介でした。で次、早くも本日ラストなんですけれども、これもねいいよ、ちょっと待って、今ちょっと着替えてからご紹介します。続いて本日2つ目ですけど、ラストですねの商品あります、こちらです。俺素晴らしいですね、オーベルジュのインラインの商品ですね、リチウムペイントになります。これすごいよね、先に YouTube から見せますね。これ生地感、ですね、このペイントの鮮やかさもしっかり伝わってくれると嬉しい。これね、ちょっと待って、落ち着いて、一回プリント全部見せるか、外に入ったです。いやー、これすごいよ、で、バック迫力あります、ありますよね、切り替えなしなんで、一枚の身頃になってるんで、はい、次インスタ、これすごいよね、めちゃくちゃかっこいい、バックね、いやーすげー。はい、というわけで何から話そうかな。もともと、カート・コバーンが、ステージで着てた、ペーパーブルゾンっていう地図がね、世界地図がこうプリントされてる、ブルゾンがあるんですけど、それを、オーベルジュ流に、再現したというのがこちらのリチウムペイントなんですけど、まずその、この個人的なそのストーリーから話させていただくと、そのカート・コバーンが着てるっていうのが一番有名なんですけれども、僕のファーストコンタクトというか、このペーパーブルゾンとのファーストコンタクトはカートのあれではなくて、中学生の時に、多分ねチューンかチョキチョキだったんですけど、まあ、雑誌を読んでて、
で、その元ネタのペーパーブルゾンを着てる人がいて、で僕千葉の田舎なんで当たり前ですけどそんなの着てる人いなくて、うわすげえかっけえ服あるっていうのを当時思ってたんですよ。で、高校生になってアルバイト始めて、バイト代を握りしめてほしいと買いに行こうと思って東京に行って、で古着屋さんかな、うん、てか古着屋さんでしか買えないけど古着屋さん行って、古着屋さんで見つけてこう触ったんですけど、まあ当たり前ですけど雑誌なんで、生地感はわからないわけじゃないですか。まあ軽そうだなっていうあのイメージはあったんですけど、でその現物のその古着のペーパーブルゾンを触った時にすげえ紙じゃんみたいな、まあペーパーブルゾンなんで、あの当たり前なんですけど、本当にペラペラの、本当に紙ぐらい薄い生地で、あこんな生地がこんな生地の洋服もあるんだなっていうのを20年前ぐらいから結構衝撃を受けたんですけれども、そこからですね、で買ってめっちゃ着てたんですよ。ででももう手放してしまって、でそこから月日が流れ約20年間ぐらいで今ですよね。で去年の去年じゃないか、今年の頭かな、展示会オーベルジュに行った時にこれがあって、うわめちゃくちゃ懐かしいと、このペーパーブルゾン、ペーパーブルゾンのこの柄ってなって、でそこでこれすごいのが、今までのはオリジナルの話なんですけど、こちらオーベルジュのやつはこれ和紙で再現してるんですね。ペーパーでも和紙で、織り上げて、そこにこのプリントですね、このプリントを京都のね職人さんが、ペイントしてるんですけども、すごいっすよねこの技術で、この色の乗り方の鮮やかさというか、で和紙これ生地にしてから一度タンブラーかな、洗いをかけてるらしいんで、この生地がねポコポコっと凹凸があるような雰囲気がね伝わるかな、白いとことか分かりやすいと思うんですけど、でこれが今若干腰張りあるんですけど、着てくうちにどんどん柔らかくなってくると。だから20年前の、オリジナルのペーパーブルゾンも生地衝撃受けて、で今回これその展示会で見た時もうわいや、まあ、生地にめちゃくちゃ驚かされて、あの EC サイトにも書いたんですけど、やっぱね服はねおもろい、洋服はもう僕も20年以上服好きですけど、まだまだ驚かされるような生地が生まれるっていうのがね本当にたまらなくて、でそれで、それをベースに、じゃあ今回はそのカートを、が着てる服をベースに、オーベルジュスタイリングを考えようってことで、それの、アウターですねがこちら皆さんに紹介してるので、もうあと1点しかないんですけど、こちらですね、ボーダーのカットソー、これとこれとこれ組み合わせて、で別注でデニムパンツ、スカートが履いてたような、リペアのパンツがあるんですけど、それを別注で、今作ってもらっていて、だからボーダーのロンティー着て、これ着てそのパンツを履くっていうのが今期、オーベルジュで皆さんに、提案したいスタイリングの、これはブルゾンがやっと入ってきました。で色が2色、展開があるんですけど、僕はもうペーパーブルゾンといえば、まあ、元々持ってたのもそうなんですけど白なんで、のみを仕入れさせていただきました。かっこいい。でまあボーダーもこの後合わせようと思うんですけど、カートがスタイリングとしてはね黒の古着の T シャツかなを着て、これ羽織ってたんで、ちょっとわざわざ家からね黒の古着の T シャツ持ってきて、でデニム色落ち、こういうしたデニムで、スタイリング合わせてもらいたいなと。あの全然好きに合わせていただいていいんですけど、僕の、おすすめの合わせ方はそれで合わせてほしいなと思っております。はい。で、サイズですね、サイズ展開が、僕のお店仕入れてるのが、42と44の2サイズですね。一番最大サイズ、ブランドさんが作っている最大サイズが44なんで、その最大サイズと、1個下の42を、仕入れさせてもらいました。でお値段が税込み9万9000円となっております。ね、これね話していいか、まあ、話していいと思うんですけど、もしかしたら YouTube の小林オーベルジュの小林さんのチャンネルで話してるかもしれないですけど、ちょっとこの記事の話もうちょいさせてもらうと、要はその市場に出回ってる、ペーパーブルゾンっていうのは、まあ、切り替えとかがあったりして、この地球儀をこうやってバッて広げた時にうまくこうその柄が、繋がって
ってないというか一枚になってなくて、参考にできないんですよ。で、じゃあどうしたのかっていうと超偶然だし、僕そんなの聞いたことないですけど、そのペーパーブルゾンのそのブルゾンが普通だと思うんですけど、なんかねポンチョってのがあるらしいんですよ。もっと大きい同じその地図柄のやつのポンチョバージョンがある、あるらしくて、そんなの僕き初めて小林に聞いてそんなのあるんですねっていう風に僕もびっくりしたんですけど、でそれをたまたま手に入って解体をして、だからこう大きい途切れない地図が、ベースとしてある、見つかったから、こういうちゃんとバックで一面、何切れてない地図が表現できたと。伝わったかな？全然伝わってなさそうとりあえずこの記事を再現するために超希少な古着のレアピースを解体して作ったっていうのがあったから、これが実現できたのが実現できたよっていうことが伝えたかったです。だから後ろのこの迫力がね、僕超かっこいいな、さっきも話したんですけど、後ろの迫力がね超かっこいいんですよ。で、このね生地のこの、柄は全部同じ柄になるように、裁断してもらってるそうです。だから物によって柄の位置が変わるとかっていうのはないです。大事なことは以上ですね。はい。というわけで聞いてみましょう。これかっこいいですよ。あ、で僕が着るサイズは42です。はい。いやーいけてる。かっこいい。いやー最高やね。ちょっと待って、はい、いやー全然あの黒、あのもちろん買った方もいらっしゃると思うんで、黒もすごくかっこよかったんですけど、やっぱ白かっこいい、こっちのチームペイントかっこいいわ、テンション上がるわ。懐かしい、ほんとねー、ごめんなさい、なんか思い出話みたいになっちゃってね、着てたんすよそのペーパーの古着のやつ。でもそれ20年前ぐらいでです。一時期パッと流行ったんですけど、今も多分全然古着界隈でもあのペッパーブルゾン全然流行ってるわけとかではないんで、あんまり多分街でも着てる人がいないと思うんですけど、やっぱ久しぶりに20年ぶりに見て、秀逸っすよね。そのデザイン。で、生地か。で、裏地。袖裏も、コットンレーヨンの裏地あるんで、全然 T シャツで着ても肌当たり全く悪くないですし、まあ、当たり前ですけどメインのファブリック表地が和紙なんで軽さもあるんで、本当にさすがに今はまだ暑くて着れないですけど、まあ、いわゆるすごく便利なライトアウターですね、秋、あと春も着ていただけるようなアイテムかなと思います。いやーこれたまらん。でこういうカートっぽく、黒の黒ベースの古着の T シャツ着て、こういう色落ちのデニムで合わせると、いやーいいね、いいですね、かっこいい。この後ろね、映ってるか、後ろのこの迫力がたまらん、たまらんってこれ今見えてないですけど映ってるよ。で、リブの利き、袖と裾リブなんですけど、面の。キュンキュンに、効いてるわけじゃなくて、気持ち、ちょっと緩いぐらいかな。だから、そんなにこう袖がキュッとなってたまるような感じもならないです。裾も同じですね。こう、腰回りの、身頃がこうキュッと締まって上がるような感じもないです。一応締めたら、か。締めると、アームホールも全然大幅につまめるぐらい幅感あるんで、今僕下 T シャツですけど、全然下にフーディとか厚手のニットとかも全然着られる、身幅も、かなり余裕あるので、インナーも着込むことできます、全然余裕で。懐かしすぎる。多分ね、僕と同い年か、まあ、5歳ぐらい上の方までだったら懐かしいって多分なってくれてるはず。でも多分これその元ネタ知らない人でもかっこいいなってなるデザインであるかなとは僕は勝手にですけど思ってます。あ、そうです、せっかくだからボーダーの
赤黒ボーダーのロンティも着せたの見せて終わりにします。だからね、そのまだその別注のデニムがいつ入ってくるかちょっと確定できないんであれなんですけど、僕の思いとしては、しかももうカットソーがほぼな1点しかないんであれなんですが、これ着て、これ着て、やっぱインナー、これ黒いいね。まあ白とかでも全然いいと思うんですけど、黒ベースのインナーがいいじゃん。この感じ、この感じいいっすね、この感じで、これ着て、で、まだ入ってきてないんですけど、別注のデニムねで、履いて、完成。素晴らしいですね。これやっぱ今季柄物多いけど、かっこいい、素晴らしいです。そう、寝ない言ったよね。あ、寝ない言ったらいいか。あれ言ったか忘れちゃった。お値段が、こちらのリチンペイントは、税込み9万9000円となっております。税込み9万9000円で、サイズが42、44の2サイズ展開となっております。はい、というわけで、今回は、テンション上がっちゃいましたけど、なるべくグッとコンパクトに抑えたつもりです。以上。本日紹介する2点でした。ぜひ素晴らしい。これね、はい、着てって柔らかくしてってそしたらよりいいよねという話がちょっと言いたかったんですけど、ぜひ見に来てほしいです。それではありがとうございました。